次に、三好市のラフティング会場をご案内いたします。世界レベルの激流、吉野川を有する徳島県三好市。体験型観光の目玉であるラフティングには年間4万人が参加し、多くの人が激流と川旅を楽しみ、毎年賑わっています。また、エメラルドグリーンに輝き、透明度も高いこの場所は多くのラフティング愛好家を魅了しています。 2017年には世界選手権も開かれ、賑わいを見せています。